ウェイト・バン・タロットの死神マルセイユ・バン・タロットの死神死神はタロットのダイ・アルカナに属するカードの1枚、自称のみを指して死と呼ばれる場合もある。ダイ・アルカナの22枚のカードの中でも直接的に死を取り扱い、また連想させるカードであることから伝統的に不吉とされ、マルセイユ・バン・タロットをはじめ死を意味する単語を記載せず無記名とする場合がある。なお、 カード番号は13で、この数字はキリスト教の影響から特に西洋で不吉な数字とされている。前のカードは1二吊るされた男、次のカードは14節制。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、停止、損失、死と再生を意味するとされる。ヘブライ文字はヌン、ただし他にも複数の異説がある。黄金の夜明け段の説では、 ティファレトと、熱悪を結合する教に関連付けられている。以下のような小説がある。マルセイユ版に描かれる、詩では、他のカードのような下部の名称欄が設けられず、そのまま無記名としたりカードの側部に、デストーと記載するなどの措置が取られる。伝統的に多くのデザインでは鎌を手にしており、死神とされるが、これは、神話や物語などから特定の人物や場面をモチーフとして、 採用したものではない。ウェート版タロットに描かれている死神は伝統的な図柄から大胆に改変されているが、これはウェートの独創ではなく、15世紀のジャックマングランゴ・ゴヌール版の死神は、鎌ではなく、軍旗を手にし、馬に乗って死神が行く先々で、人々の魂を刈り取る死の行軍の様子が描かれ、疫病の流行を連想させる図となっている。 ウェイト版ではこの構図を採用し、さらに甲冑を着せて、ヨハネの目視録に登場する第四の騎士とした。マルセイユ版に描かれる詩は、マルセイユ版タロットの大アルカナに名を連ねる数種のカードをモチーフとして採用されている。まず、大釜を持つまがまがしい骸骨のような人物は、姿勢や棒状の物体といった構図から大アルカナの愚者であるとされる。事実。 愚者は特定の数字を持たないのに対し、地は特定の名前を持たない。実際、このアルカナのミタイトルがないタロットカードも数種類確認されている。また、暗黒の大地に散乱する手や足に混じって、女性の頭部と王冠を乗せた男性の頭部が描かれている。男性のモチーフは、戦車に登場する若き王とされる。これらが意味するところは、12番の吊るされた男において、 現状の変容を求められた人物の内面における自己変革の段階を描いた構図であり、戦車として行動を起こした際の観念も、寄って立つところも、活動も、もはや現段階では意味を持たず、全身のためには一度バラバラに破壊されることが必要であることを示している。さらに、骸骨は性別を判断しにくい特性から、両性具有的であると解釈され、世界に描かれる。 完璧なる存在により、近いこの象徴が、愚者に比べ、死が、世界に近づいていることを表している。ゆえに、鎌を振るうのは、骸骨なのである。追記として、骸骨の片足は大地に突き刺さった状態で描かれ、その場で回転している状態を表している。回転、すなわち、螺旋は、死の本質は螺旋を描きながら変容していくと同時に、 死は変化であると同時に聖種であるという暗示を与え、アレスター・クローリーがデザイン監修を行った、トート・タロットなどの一部のデッキにおいては、大釜を振り回しながら、くるくると死の舞踏を舞う死神の姿が描かれている。トランプのジョーカーが転じて死神となり、さらに以降の札が作られたとの説がある。古来、死を指す言葉や文字といったものは、それ自体が不吉とされ、 口に出して、読んだり、文字にして書き起こすこと自体が忌み嫌われた。最も不吉なカードとされるのは、逆位置解釈として、死後の再生という明るい解釈がある。死神よりも、正逆領位一に、破滅という暗い解釈がなされる、等である。ガツのカードも場合によっては、死神や、等以上の代表と解釈されることがある。 ショラルの説ではサソリ座でこれは黄金の夜明け団の説と同じ。死神のカードについては古来、土星と関係づける説が多いが、日本のからしまヨシは火星を、主に土星、冥王星を加えている。ありがとうございます。